庄重子です。シフォンケーキを食べます。これ300円、コスパいいよね。バニラシフォンケーキです。いただきます。黄金色、ふわふわです。ふわっときてしっとりですね。バニラテイストが染み込んでますね。新鮮な卵と優しいミルクの味わいがたっぷり詰まった美味しさです。はい、一つずつアレンジして食べていきたいと思います。アレンジしました。なんかえげつないねじゃあ食べていきます。シフォンケーキがもうすごく柔らかいから形がこうだんだん崩れてきて、いちごから。本当はね、ちゃんと生のねいちごが良かったんですけど、今家にあるのだけでやりました。計画性ゼロ。うんーめー。いちごのホイップクリームもすごい美味しいし、この冷凍ですけど果肉も甘酸っぱくてよく合います。わ、ふわふわ、うまっ。続いて抹茶、小豆と団子。わ、和のテイストですね。シフォンケーキはもう何でも馴染んでくれますね。味が染み込むというか、馴染むというか。チョコバナナ、
合う合う、あしっくりきますね。シフォンケーキって本当何にでも合う感じね。あと2つです。こっちからいきます。ホイップとチョコとナッツ。ナッツがいいんですよね、なかなかね。おいしい。本当はチョコレートはかけまかなと思ったんですけど、ちょっと寂しかったんでかけてみました。おいしい。最後1個。ふわふわすぎるぐらい、うん、うん、クリームがいろいろで楽しめます。もうふわふわ感すごいね、やっぱり。ごちそうさまでした。トレスさんのシフォンケーキでアレンジさせていただきました。大変美味しくいただきました。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。寒い寒いよね。部屋の中におっても寒いもん。エアコンとかね、あの寒くない？冬のエアコンって全然効かんのんやけど、逆にね風が来て寒いんよね。なんで今ストーブとか焚いてるんですけど、それでも寒い。全然あったかくない。いろいろ寒い。